読むじゃないか。始まりました、マリナのアコースティックナイトです。皆様こんばんは。2014年10月31日第5金曜日、時刻は6時半を回りました。本日のパーソナリティを務めさせていただきます、マリナです。通常は毎月第1金曜日の6時半からこのマリナのアコースティックナイトの放送をしておりますが、本日は第5週この時間もですね、お時間をいただきまして放送を特別にですね、参加させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ここから30分間パーソナリティを務めさせていただきます、シンガーソングライターのマリナです。どうぞよろしくお願いします。本日でまだこの番組、2回目の放送です。まだまだですね、私マリナのことを知らない方が多いかと思います。改めて自己紹介をさせていただきたいのですが、私はですね、川崎生まれ、埼玉出身のシンガーソングライターで、小文字のアルファベットで MARINA と書いてマリナという名前で活動しております。普段は、いろいろなね、ところライブハウスなど各地でですね活動をしております。そして私は、約3年ほど前からギターの弾き語りスタイルでライブを活動しております。今年のですね、7月からは、こちら関東に加えて大阪ですとか三重県、名古屋など関西方面でもライブ活動の場所を広げて活動しております。はい、この番組ではですね、私の音楽活動についてのことや普段の生活のことなどを交えながらですね、お話をさせていただければと思います。そして、コーナーの中では生演奏もお届けをしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ではですね、まずは、1曲聴いていただきたいと思います。去年の12月に発売しましたシングル夕凪の中に入っている3曲目の、幸せの色を皆さんにぜひ聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、幸せの色。見慣れてきちゃいました。じゃあすまなかった。困ったら銀座見やかこの後俺驚かす。この間に告知したら、告知、今日これからマリナさんライブがあるんですよね。これからそうです、銀座ミーヤカフェ、
もうオープンしてる先生、もうオープンしちゃってる。オープンしています。はい、今日出番は何ですか？8時20分から出ます。8時20分からまだハロウィンライブです。ハロウィンのなんか衣装持ってきたんですか？なんか着るかもしれないです着るかも、時間があったら着るんでしょ、だって着なきゃいけないかも。そう、着なきゃダメだよ。まあ、今日着てない、今、うん、あとワンマンライブがあるんですよね。そうです、11月8日渋谷スターラウンジ、うん、来てくれるかな。皆さんどうですか、この今ユーストリームを見てる方、はい、どうですか？7人いる、わどこから見てるんだろう、関東かな、うん、コメント見れるんだ、うん、お疲れ様でした。この今この見てる方はぜひ、はい、あのチャットで、ね、入れてくれさればね。おお、これ違うでしょ、6日前だよ。あ、これだからこれ新しく入れればここに入るんで、うん、チャット、そうです。なんかこういうとこに話した方がいいんだって見てるんだもんね。ああ、そうか、それ裏番組的な、ね、裏番組、余裕がない、うん、あ、なんかグッズの話でもいいんじゃない。グッズは T シャツがあと5枚くらい。今日宮川君持ってくるんですか？はい、2枚あります。ぜひゲットしてください。皆さんグレーはもうなくて白か黒、あとタオル、はいなんか書いてありますよ、ほら。あ、りょうさん、あ、始まっちゃった。はい、聞いていただきましたのは、マリナの幸せの色でした。ありがとうございます。改めまして、こんばんは。本日第2回目の放送を迎えました、マリナのアコースティックナイト、ラジオパーソナリティを務めさせていただきます、マリナです。よろしくお願いします。さて、このコーナーはですね、普段、作っている私の曲についての思いや音楽について語るコーナーとなっております。本日は先ほど聴いていただきましたこの幸せの色、今違うんですね、夕凪という曲の BGM がかかっているんですけれども、幸せの色という先ほど流れていた曲についてお話をしたいと思います。この曲なんですけれども、空と大切な人とのつながりをテーマにして書いた曲です。この空はですね、とっても広くて、でいろんな色に変化します。真っ青だったり、曇りがかってグレーになったり、オレンジ色に染まったり、ピンク色になったり、そして遠くにあるようだけど遠く離れていても空は大きくて広くてつながっている。私たちもそんなね、空が私たちのことをいつも包み込んでくれる、そんな大きな存在だと感じています。例えばですね、今は会えなくて離れ離れになってしまった家族だとか、友達、恋人など、皆さんもね、いるかもしれないんですけれども、そんな時に、この空を見上げていただくと、この空はですね、そんな離れ離れになってしまった大切な人ともつながっている、いけるような、空間だと思っていて、この曲を聴いて、元気になってほしいなという、とてもポジティブな気持ちで作った曲です。またですね、この幸せに対する考え方っていうのは人それぞれだし、形のないもので、目には見えないし、触れることもできない。私たちの心の中に存在するものだと私は思っています。で、空も同じで、いつも色や、雲の形も変化するし、触れることができないものです。そしてでも、いつでも私たちのすぐに、そばにあって、変化するからこそ大切にしていきたいものだと思うし、信じることでその存在が大きくなっていくと私は信じています。
そしてですね、この歌詞の中で、たった一つでいい、信じられたら強くなれるよという歌詞があります。本当にその通りだと私は思ってこの歌詞を書いたんですけれども、強く信じることで思いはつながって、幸せにつながっていく、そういうですね、思いを込めて書きました。この曲はですね、まあ、聴いてもらう方の解釈でいろんな恋愛だったり、友情だったり、家族のことを思って聴いていただいても、捉え方によっていろんな形になる曲になっておりますので、ぜひね、みんなの気持ちと重ねて聴いていただけたらとても嬉しいです。ですね、曲調はすごいアップテンポで、コードも明るい感じになっていて、聴きやすい曲になってると思います。そして、歌詞もシンプルでメッセージな、シンプルなメッセージが詰まっていますので、ライブではほぼいつも演奏しておりますので、ぜひ、ライブでも実際に足を運んで、生で聴いていただけたらとても嬉しいです。はい。ではですね、マリナズソングヒストリー。こちら、この辺でですね、終わりになりたいと思います。そしてまた次のですね、オリジナル曲を聴いていただきたいと思うんですが、次の曲なんですけれども、実は、ライブではですね、何度も歌っているんですけれども、まだ音源になっていない曲がありまして、この曲は、先日なんとレコーディングがやっと終わりまして、やっと音源化された曲です。そして、11月の8日にですね、渋谷スターラウンジというライブハウスで、ワンマンライブがあるんですけれども、そこで当日この CD を発売予定です。次にではですね、この曲を聴いていただきたいと思います。夕暮れと雨、この曲はですね、離れてしまった大切な人へのですね、思いをテーマにして書いた、ちょっと切ない曲になっております。では、聴いてください。マリナで夕暮れと雨。間違えちゃった。はい。間違えてジングルの前に喋っちゃいます。あ、そうなんだ。いいじゃん、生っぽくて。生っぽくていいじゃん。これ告知した方がいいじゃん。ね、これに出番も書いてある。はい。はい。お、増えたぞ。りょうさん。りょうさん。続いてのコーナーは、マリナのお便り読まないとのコーナーです。このコーナーでは、リスナーの方からメッセージを募集しております。いただいたメッセージをご紹介していくコーナーです。お便りの内容は、例えば、私マリナに聞いてみたいこと、質問や応援メッセージ、悩み相談など、何でもですね、募集しておりますので、メッセージの宛先なんですが、今から言うメールアドレスに送っていただければと思います。小文字で、マリナ、続いてアンダーバー、そして、小文字のメッセージ、そして、アットマーク、yahoo.co.jp です。ぜひぜひですね、便りを募集しておりますので、よろしくお願いします。さて、早速ですね、
お便りを読ませていただきたいんですけれども、あ、今日はそういえばハロウィンでした。私はですね、まだ仮装していないんですけど、目の前に仮装している人がいるんですけれども、それは置いときまして、皆さんにはね、見えないんですけれども、私はちょっと目の前に、すいませんね。今日は楽しいハロウィンということで、皆さん仮装しているのかな、このラジオを聞いている方も。していないのかな、ね、年に一度の今日ハロウィンということですが、ハロウィンにちなんだメッセージ、なんとありませんでした。でもね、たくさんメッセージをいただきまして、皆さんありがとうございます。ぜひ、今から読ませていただきたいと思います。では、一人目、ラジオネーム、ゆうぴーさん、ありがとうございます。ラジオ2回目おめでとうございます。マリナさんに質問です。最近のマイムーブを教えてください。ということなんですが、マイブーム。マイブームね、ちょっと最近忙しくて、ぶっちゃけですね、あまり自分のね、私生活っていうんですか、そういうのに時間を費やす時間があまりなかったんですけれども、唯一ね、食欲の秋ということで、すごくご飯が美味しくて、なんか最近、まあ、ハマっていると言っていいのかな、これは。まあ、前からそうなんですけども、麺類が好きで、ラーメン屋さん、パスタ屋さんなど、いっぱいね、麺類を食べています。そしてちょっとね、怪しいのが最近太ってきてしまっているっていうね、ワンマンライブを迎えているんですけども、またちょっと痩せていかないと、まん丸くすぐ太っちゃいますので。で、このですね、まあお知らせしなくてもいいんですけども、渋谷センター街のですね、沖縄そば、ヤンバルさんにこの間食べに行ったんですね、早期そばを。そしてなんと、私のポスターを貼っていただきましたので、ぜひ行ってみてください。ということで余計なね、お話もしましたが、ゆうぴーさんありがとうございました。そして、続いてのラジオネーム、M口さん。こんばんは。マリアさんこんばんは。今、出張先の那須からメールしております。奈良ガーデン川口でワンマンライブのチケットをゲットしました。マリナさんと地元が一緒なので埼玉のおっさんですが、当日買った CD は毎日営業車で聞いております。来週末にはいよいよライブ、今からワクワクです。それまで体調には十分気をつけて、当日はファンの皆さんと盛り上がりましょうね、ということです。ありがとうございます。そう、先日ですね、埼玉の川口ララガーデンというショッピングセンターでフリーライブをさせていただきました。でね、皆さんとっても優しくて、その日もですね、ハロウィンライブっていうことだったんですけれども、仮装をね、しようかなとかちょっと考えて、その時もね、忘れてしまって、何もなか、持ってきていなかったんですけれども、お客さんがハロウィンの仮装用の帽子をね、貸してくださったので、でその時は、その帽子をかぶって、ちょっとライブをしたりして、ワンマンライブにもね、こうやって来ていただけるというお客さんにも出会いまして、とても嬉しかったです。また、川口でのライブもありますので、ぜひね、皆さん来ていただければと思います。そして続いて、もう一つですね、読ませていただきたいと思います。ラジオネーム、ガッキーさん。11月8日のワンマンライブは、レコ初ライブになるかもと聞きました。レコーディングお疲れ様でした。新作がすごく楽しみです。レコーディングの裏話的なものとか、苦労話、新作の聞きどころなど教えてください。ということです。ありがとうございます。今回のレコーディングなんですけれども、急遽、11月8日に CD を発売するために、CD が欲しいなっていう私のちょっとね、自分勝手と言いますかね、ちょっと時間もないのにどうしても作りたいなっていう気持ちで、でも手を抜いたって言うとあれですけども、簡単な CD ではなくて、ちゃんとした CD をレコーディングしたいっていう気持ちで、ミュージシャンのみんなに協力してもらいまして、今回レコーディングがようやくですね、無事先日終わりました。そしてレコーディングのですね、エンジニアさんも、小野寺道文さんという、とても有名な、ね、方を、今回ご縁がありまして、レコーディングをお願いして、無事、レコーディングが本当に終わりまして、この方も本当に素晴らしい方で、音作りに対する姿勢はもちろんで、とってもね、本当に優しい方で、気配りがすごくてね、もう本当にこっちがね、すごい
やりやすいと言いますか、そのレコーディングをしやすい空間を本当に作っていただいて本当に感謝をしております。でね、まあ、ミュージシャンのみんなもね、本当に真剣と言いますか、楽しんで本当にレコーディングをやってくれたんですね。時間もない中で、すっごいね、あのみんなの意見も詰まって、みんなの思いが一つになった CD になっております。先ほど流れた夕暮れと雨、その曲が、まあ、1曲目に入っております。3曲入り1000円の CD、 こちら11月の8日のワンマンライブで発売予定ですので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。はい、ではこのコーナーは以上ですね。ありがとうございました。では次のコーナー行きたいと思います。ではこのコーナーでは生演奏で、歌をお届けしたいと思います。今日の1曲は風よけないで、聴いてください。する CD に入っております。しっとりした曲になっておりまして、風をテーマにしているんですけども、この曲もね、また今度、どんな気持ちで作ったかなどもお話をさせていただきたいと思います。そして、時間がですね、そろそろ最後にお別れの時間に近づいてきましたので、ここら辺でですね、ちょっと告知をさせていただきたいと思います。はい、まずですね、本日なんですけれども、このね、ラジオ番組をさせていただいているんですけれども、なんと本日銀座のミーヤカフェというところで、ライブがございまして、そちらで、ね、8時20分頃に出演させていただきます。ちょっともう会場はオープンしている時間になっていますので、ね、他のアーティストさんもいらっしゃいますので、ぜひね、来ていただければと思います。続きまして、11月の2日、横浜市立大学の第64回浜田祭というね、文化祭でなんと歌わせていただけることになりました。そちらもですね、そちらは入場無料で10時半から、5時半まで、こちら演奏ライブが開催されております。ぜひお越しください。ではですね、そうだ、出演時間はね、11時半からと1時半から2回出演させていただきます。そしてその次、11月の3日にもですね、西新宿ナビカフェというね、カフェで、ライブもございますので、
こちらホームページにも書いておりますので、ぜひお越しいただければと思います。そしてなんと11月の8日には、ワンマンライブ、渋谷スターラウンジにて、夕方5時にオープン、6時スタート、ワンマンライブ、こちらバンドのね、メンバー、先ほどのね、ちょっと聞いてもらいました、夕暮れと雨のレコーディングメンバーに、ワンマンライブを手伝ってもらいます。サポートしていただきまして、たっぷりワンマンライブをお届けさせていただきたいと思っております。楽しい時間にしたいと思っておりますので、ぜひね、ぜひぜひ今からでもまだまだお待ちしておりますので、チケットの方はローソンですとか、e プラスでも買えます。そしてライブ会場にて随時販売しております。または、先ほどのね、ラジオのメッセージのアドレスの方に、予約のメールをいただいても予約できるようになっておりますので、ぜひお待ちしております。では、この辺で、今回の放送はお別れになります。次回はですね、11月の7日の6時半から7時まで、来週だね。来週ですね。そうです。来週お送り しますので、またすぐですが、来週お会いしましょう。では、今日も聞いていただきましてありがとうございました。マリナでした。